白いシャツ。白いシャツ持ってる？うん。水色のシャツでも可愛いし、そこら辺にどっかにかけてある。いっちゃん P4U お疲れ様でした。ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。にゃっと、それは、頭痛いのにヨーグルトがいいんだって初めて聞いた。前髪伸びたの、伸びて、でも前髪の長さなんだけど、今日はなんかセンター分け、めっちゃガラガラになっちゃった。これセンター分けしてみた。なんでそんなガラガラなの？ん？なんでそんなガラガラなの？花粉のせい。イケメンだって今日、キャッイケメンだって。それどうなってんの、かわいいよね。こういうことか。一回それ変になったの自分で直せない。めんどくちゃい、手でいいか。うん、手でいい。雰囲気が違うのは多分センター分け。ちょっと長かったらいいのに。伝説のメイク配信する？でもゆっち様いね、メイク配信したの、朝起きて何もメイクしなくて、もうめちゃくちゃブサイクな状態からメイク配信したんですけど、もうブサイクすぎて、もう私の目が潰れそうだったので、最低限の下地とか塗ってからとかだったらできるかも。眉毛なんだこれは待って、ゆっちそれめっちゃ似合うんだけどさ、なんか給食員のおばさんみたいなガンダムみたいダメだね、やっぱさオフショル似合う人ってさ肩がガンダムだから無理だよね。何肩がオフショル似合うこっちゃんとかってさ肩が四角いんだって。怒りがそう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 、え、全然似合わないからやめな。びっくりした。やめなよ。今こっちゃんが着てる服は、私がキリーさんと、なんだっけ、アップウィーク、アップビートウィーケンドに初めて出た時に着た服をこっちゃんが着てるんですけど、驚くほど似合わないですね。みんな1回目来てくれた人わかるかな、2回目じゃなくて1回目の青いやつ。こうなればいいのに。もうやだ、花粉のせいで顔が荒れる、肌が荒れる、もう今人生で一番肌汚い。それは嘘、花粉のせいで肌がボロボロです。
あ、試験さんこんばんは。めっちゃ可愛いだってありがとう。え、キリさんのお姉さん知ってる、見ちゃ調べちゃった。そう、そんなガンダムみたいな服じゃなかったんだけど、これねえ綺麗にかけて。ちゆうちめっちゃ綺麗にしまってあったねえ。違う違う、なんか一つだけ飛び出てるの、ちゃんと奥までさ。そう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 、びっくりした。なんでそんな汚っかきなの。うん、いいよ、バイバイ。なんでゆっちに服着きりに来たんじゃないの。あとどれが似合うんだろう、こったま。え、花粉症の薬飲むと眠たくなるから飲んでないの。え、もう花粉症重たい私。目が一番やばいんだけど、もう鼻は全然なの私。目が本当にやばくて、目のメイクするともう花粉症と一緒になんか目の中入ってくるから、最近は本当にマスカラができない。だからキモもねマスカラしてないんだけど、アイシャドウしかできなくて、アイラインも引けないから、アイシャドウだけ。あとは顔にファンデーション塗るとめっちゃ痒くなっちゃうから、肌も何にも塗らない。うん、顔もなんか全部痒い、全部痒いな。びっくりしました、ちっちゃな、ごめんね。目が大きい、ありがとう。ケイさんのお姉さんの歌聞いたことない、聞いてみたい。 YouTube とかだったら出てくるかな。寒い寒い。え、えらいえらい、朝から司法書士の勉強してたらこんな時間に、えらい。私も今からじゃあトーイックの勉強するね、この配信終わったら。今日ね寝ちゃったから、ウィンクして寝ちゃったから、ちゃんと今から勉強します。寝て起きて走ってご飯食べてショールームして。いつのにさ綺麗なの多いね本当。なんかせっかくなんかインスタもツイッターもブログもメールもあるんだったら、なんか全部違う雰囲気にしたいなって思ってて、インスタはなんかツイッターみたいにしたくないなって思ったの。だから白井ゆきのの世界観みたいな自分で言いながら恥ずかしいわ。白井ゆきのの世界観みたいなのをインスタで作ろうって思って、私の世界観です、あれは。本当に多分こっちゃんが今隣の部屋で何言ってんのこいつって思いながら多分聞いてると思うんですけど、私が好きな感じ。え、わかる。髪の毛イメチェンしに行ったのに髪の長さ意外に変わらなかった一日あるよね。あるある、そういうことってある。なんか美容師さんが全然切ってくれないんだよね。なんか私もあこれぐらいでいいですって言って家帰るとあれそんな変わってないなみたいな。でもうるさいうるさい本当に。もうなんか美容院にいると自分の髪型が今喋ってるから自分の髪型がいい風に見えるんだけど、家帰るとあれみたいな、美容院マジックがほどけちゃうんだよね。
もうダサいやめな。え、わかったわかったわかった。待って、ゆっちのさ、その左の棚のさ、上から2番目に入ってる青いさ、やつ着て。袖がフレアになってる青いやつ。これ？うん、それに黒い、その黒のワンピース着たら可愛いよ。暗い色がいいな。そういう色の方があなた似合うってば。こっちゃんだってふわふわ系じゃないもん。白がいい。似合わん、こっちゃん。似合わん、もうコーラス隊みたいな。三吉さんにコーラス隊って言われるよ。コーラス隊って言われたの？違う、なんか、やつね、ドンサーと一緒にね、ドンサーと一緒に1たす1は2じゃないよっていうやつ撮ったの。たらドンさんがそういう、ドンさんがそういう白いブラウスに、なんか上品な黒いスカートを履いていったんだけど、三吉さんが。コラス隊の方ですかって言って、すごい一生いじられてたの。面白かったの、それが。でも本当に可愛い服なんだよ。可愛い服なんだけど、色合いとかさ、その白のさ、リボンとかがさ。これでさ、可愛いイヤリングとかしたら可愛いでしょ。うん、似合ってない顔に。顔に自分の顔に似合った服着た方がいい。だって、ゆちがブリブリな服着てても可愛くないじゃん。ブリブリなのどこがよ。うちがさ、まあ、おじさんみたいな服着てたじゃん。運ばながらのワンピースにさ、変なさ、ベスト着ちゃってさ、ゆちが。どこぞの、どこぞの、どこぞのみたいな。小浜まがらのワンピースは一枚で着るのが可愛いのにね。ゆちはなんであんな合わせ方をしちゃったんだろう。ちょっと見ててね、いくよ。これまだ完成じゃないから。ゆっちハート作ってください。寒い、これこれ寒いわ。でもめっちゃめっちゃめっちゃコメント進んでた。ゆっちブリブリの服似合うと思うよ。え、私はもうもらわない限り一生買わない。自分でブリブリの服は一生着ないと思う。誰か親戚にもらったりとかそういうことがない限り一生着ない。ブリブリは似合わないもん。だから、あ、インスタに新しく載せた夕焼けの写真、最近のね、夕焼けの写真も小花柄のワンピースなんだけど、あれファンの方にもらったんですけど、ファンの方にもらわなかったら一生買わなかったから、めっちゃ嬉しい。買う勇気がないんだよね。なんかこの人絶対似合わないだろうって店員さんに思われそうだもん。え、オーバーサイズのパーカー1枚とかで着たい。私そういう服めちゃくちゃ好き。でもなかなか可愛いのないんだよね。持ってない。普通のサイズのパーカーしかないや。司法書士の合格率 3% だって。みんな、へえ。すごすぎる。え、コント劇大丈夫なのかな、わかんない。なくなったら悲しい。てかめちゃくちゃ寒い。風船のワンピースはもうあれはお蔵入り。フリフリ系可愛いの本当に持ってないの。本当に持ってなくて、うん、持ってないね。
ゴスロリの服を着たら着てくれますか？うん、握手会でならもらえるのはめっちゃ嬉しいけどね。うん、握手会で来ます。ゆっちマスク足りてない。マスクもう足りないよね。本当に足りない。足りてる今のところあるんだけど、あ、何日後かにこれはなくなるなってな。みんな足りてる？なんでほくろ描いてるの？え、なんかこだわり。私のメイクのこだわり。なんかここにあったら目が可愛く見えるなって。コロナでこのまま全部バイバイはやだな。中止にはなりませんように。チャイナドレスのユーチューブを見るまで僕は人生を諦めない。チャイナドレス目の前にある今。着ようって思ってたのがあるもん。ズボンを履いてきた。うん、めちゃくちゃダサい。ズボンだけだよ。めちゃくちゃダサい。もうこっちゃんのこっちゃんのセンスが怖い。合わせないよ。今ズボンに合うものを聞きに来たの。このズボンに合うものを教えてって。ドブドブのドバ、ん？ドーダボダボのパーカー。パーカー。パーカーじゃない。なにスウェット？なんか YouTube ダメ。ストリートしかわかんないから無理。ゆっちはもう普通にその水色のシャツ着ちゃう。1枚でさらって、うん、あ、それとこれかわいいじゃん。これなんかないの？あるよ。でも絶対ブカブカだな。でもそれ XS サイズだよ。でもゆっちもブカブカだった。紐が変じゃない？こんな長いの？うん。ねえ待って、なんでそんな長いの？ちょっと一回着てみて、一回。なんでそんな長いの？え、難しいことある？ない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 、びっくりしちゃった。何？着てみて。ちゃんと上にロゴがあるやつじゃないと可愛くないからね。あ、そうそうそう、型があるから、型があるからでしょ。これ可愛いじゃん、ちょうだい。ありねえよ。違うんですよ。なんかザラっていうブランドあるじゃないですかのXS 買ったらなんかめっちゃブッカブカで、絶対 XS じゃないんですけど、なんか服によってさ違うよね、外国のブランドって。だってさH&M とかでさ M サイズ買ったら L サイズぐらいじゃん。難しいよね。試着しないとわかんない。口が悪い。私こっちゃんといると口悪くなるんですよね。そうやって人のせいにしないで。こっちゃんもゆちといるとお口が悪くなるの。これは家族だけですね多分。まあでも、うん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 、まあ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 って感じ。可愛くね。なんで無視するの？ほらこっちゃん見て、可愛くね。だって可愛くないみたいな女の子っぽいさ言葉を使えばいいの。可愛くね、見てって。可愛い？全く。え、何？どこが、どこがダメなの？なんか、なんか、いた。最低。いた。見ましたか皆さん、これ最低ですね。なんかさ、それはさ、もうちょっとさ、なんかもうちょっとさ、もうちょっとさ、なんだろう、ゆっちゃんに会うと、うん、
なんか板じゃなくて最低なんかリンゴとかの方が似合うじゃん。自分はリンゴだって言いたいの。何？ゆっちは桃。桃なの？桃じゃない。知らないよ。うん、こっちゃんは板。こっちゃんは板だから。桃とは。え、でも別に何も何が板とか言ってないじゃん。それな、言ってない。言ってないじゃん。ゆっちは桃。知らん知らん、もう。懐かしい。うん。え、じゃあ止めればいいじゃん。確かに。あり、これ第一希望。ダサいダサいダサい。なんか普通のさ黒のやつじゃなくて、ゆっちが着たさ、ここにフリルがついてる黒いのあるでしょ。なんかもうフリフリ。待って、じゃあ黒重たいっておかしい。なんか子供みたい。子供みたい。普通にさ、ジーンズ。ストレートパンツとかないの？今そういうのが流行ってんだよ、こっちゃん。フレアパンツとか。なんでスキニーなの？ごめん。怒られたんですけど。どん目吹いた？すみません。自分が可愛いって思うならいいんじゃない。肩出しじゃないんだよね、きっと。ブカブカなだけ。こうやって肩出し、え、上の服。うん、結構開く。あと5分だって。くだらない話をして5分も経ってしまう。5分しかない、ね、こういうこと。あ、そう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 、はい、履いてみな。履いてみます。どうやって上止めればいいの？何何、史上最低の星配信楽しすぎる。だって史上最低だってこの配信。もうこっちゃんが試着なんかするから。いいじゃんいいじゃん。そう、そういうストレートパンツが今流行ってんだよ。ちょっと大きかったら、あの、頑張ってベルトで締めて。でもそんな大きくないでしょ。閉まらない。閉まる、閉まった。いいじゃんいいじゃん、ブカブカには見えない。すっごい気持ちはブカブカ。でもそういうパンツが流行ってる。気持ち悪い。なんかヒットしない。分かる。今までパツパツ履きすぎたんじゃない。かわいい。あ、よかった。今時っぽい。今時なんだ。なんか長かったら、うん、見えないけど、長かったら下を1回か2回折り曲げるとか。うちのちゃん、こっちゃんを仕立て上げる。え、これさ、逆に普通のジーンズじゃないの？ジーンズでもいい？うん。ランキング先っとこ。13位シーアスプラッシュワンさん、12位テイヨーさん、11位ヤナキンアットマークユッチてんてんてん笑い2個。10位周平7048アットマークサキパンでユッチ押し。3位9位トマアットマークユッチーズさん。8位青高さん。7位アリちゃん。6位下手くそな猫。3にゃん。35位ホズミポポアットマークコトレボパンダ赤ハート白ハート。34位マツさん。3位マボロシさん。2位ヒロアットマークやったね。31位リョアットマーク MIJ 春のプレイリスト送るね、ありがとう。3こっちゃん、コトレボの方がてんてんてん読まないでてんてんてんってこっちゃんの前で読まないでてんてんてんって書いて。じゃあ読まないで。あ、読んじゃった。誰？あ、聞いてなかったって。よかったね。みんな見てんだなと思った。よかったね、みんな見てんだなって思っちゃって。これどうやって止めるの？ねえ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 。あ、インスタライブもできるんだ。そうなことね。うん、これどうやってあげるの？こう？うん。どうやって止めるの？後ろで止める。どうやって？ピンか。ピン。うまく止めれるよ、ゆっちは。じゃあお願いします。じゃあもう脱ぐね。ギフトありがとう、モンテーニャンさん。ジーンズが似合うかやってみる。ごくっ
黒糖さん、きみっぱさん、やなけん、かっちゃん、しんやすばらしわんさん、ほずみぽぽさん、りょうさん、まつさん、65やまちゃん、斉藤さん、なべかずさん、スピカドットおいせいさん、ありがとう。ゆっちの目になりたい。でん。板だから止まらないわ。ちょっと面白い。